はい、どうも関西クロクロクラブのコミです。本日はタンホール11の、ね、攻めを1個見ていきたいというふうに思うんですけども、今日取り上げたいのはね、ネクボーですね。皆さんご存知、タウンホール11だとね、結構全開率の高い、鉄板戦術だと思うんですけども、今回ね、4月のアップデートで、ネクロマンサーのレベル条件が、解放されましたよね。まあ、それによって、各タウンホール、まあ、10以上のタウンホールで、まあ、1個ずつね、ネクロマンサーの、なんていうか、上限レベルがこう上がっていったんですけども、それがね、本当にこのネクボっていう戦術をもっと強くさせると、思いますのでね、ぜひこのタイミングでちょっとね、おさらいがてらネクボを見てみたいというふうに思います。さあ、で過去にね、何回も見てもらっているこの赤サトナさんの攻めなんですけども、まあすごいですね。戦術は非常に簡単で、ネクロマンサーを4体ずつね、こう攻める面の隅っこ、今回だと9時と12時にこう出していって、後ろからボーラー3体ずつで、中心部に対してはね、ジャイとゴーレムでタギを取りながら、ヒーロー、ボーラーを後ろから出していくという格好ですね。これも基本的にはみんなこの流れでいってますんで、もうこのスタイルで、基本のね、やり方も決まりだと思ってもらっていいと思うんですけど、これで中心部に入ってきた、ゴーレとね、あとジャイは最初のタギ取りですね。でもう全部ジャイはやられちゃってます。やられてるんですけども、その代わり、後ろから入ってきたボーラーがまだピンピンしてますので、それでね、あとはガンガン中心部の施設を殴っていくという格好になりますね。で、ネクボをね、刺さる配置と刺さらない配置っていうのが、まあ、当然あって、まあ、当然インフェノタワーはね、マルチじゃない方がいいですね。あと、外周部、この外周をこう回るネクロ部隊がやられないように、外周部にあんまり、範囲攻撃がない方がいいです。で今回の場合で言うと、範囲攻撃自体はね、まあ、そんなにいっぱいなかったんですけども、インフェルノがマルチでしたよね。このマルチインフェルノが結構嫌で、中心部とかその攻めの後半に来ちゃうと厳しいんですけど、まあ、前半にね、あったがために、まあ、今回はそれで最後までこう押していくことができたという格好ですね。まあ、最初のところはね、ジャイがいっぱいいたので、まあ、ジャイに先を取ってもらっている間にボーラーとヒーローで、まあ、ネクロも、まあ、ネクロとか、まあ、ネクロボーラーを守って、でそのまんま前回まで持ってきたというところですね。これ最後クロークまで残してますんでね、これだけもう攻め方っていうのを固定化した上で結果が出せる戦術っていうのはね、タウンホール11でもそうそうないと思いますんで、まあ、レパートリーにね、ぜひ今見てもらっているこの編成とものも加えてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう一回ちょっと細かく見ていきましょうか。まずね、さっき言ったマルチインフェルノ、ここですね、入りの序盤にあるので、何とか処理できます。これね、もしも攻める面をこっち6時9時面とかにしちゃうと、マルチインフェルノが最後の方まで残っちゃって、で当然こっち側っていうのはね、ネクロ部隊の別動隊でこう削っていく形になりますから、中心に入る主力部隊がこの、インフェルノに、絡むことができずに、全部ねこの辺の施設が残っちゃうという結果になります。なので、赤砂さんはね、今回攻める面をこの9時12時面に選んだんじゃないかなというふうに思いますね。あと範囲攻撃、ウィズ島がここにこうありますけど、これも序盤ですよね。序盤なんで、大量のボーラーでね、一気にこれを潰してしまえば、まあ、後半は、まあ、そんなにこの辺にあるボムタワーぐらいですかね、怖いのは。あとは迫撃砲ぐらいかな。まあ、そこをクリアすれば、横からこうね、両サイドを流れるネクロが、まあ、全滅はしにくいので、まあ、この配置はね、この9時12時面から攻める前提でいくと、割と、ネック棒をやりやすいかなと思います。で、もう一個、この戦術の一番重要な点っていうのは、突破兵器とゴーレムの使い方です。これね、見てもらうと、ジャンプ2個持ってますよね。このジャンプを若里奈さん、この辺りと、ここに打っていったんですけど、なんでかっていうとね、これバスターで壁を開けて、突き進むっていうことをしていくと、ボーラーとかがね、一点にこう集中しちゃうわけですよね。そうすると、なかなか、全体の面でこうね、攻め方を押し上げていく、戦線を押し上げていくのが難しくなるっていうのが1点目と、あと、ウォールバッターが先行しちゃうと、すぐに壊されちゃいますよね、タウンホール11の簡素級の火力だと。で、中に入っているボーラーを、なるべく中心部まで持っていて、無傷でね、持っていって、レイジに乗っけて暴れさせたいっていう意図がありますんで、ゴーレムを先行させて、
ボールバスターを守るっていうね、使い方をするために、ジャンプを、持っていってます。で、ゴーレムをジャンプに乗っけて先行させるという格好を作るわけですね。で、最後は、別動隊のネクボーと中心を走ってきたボーラー部隊が、合流してフィニッシュという格好になりますんで、ちょっともう一回見てみましょうかね。まず、別動隊用のネクロ8ボーラーさんを両サイドから出していきますね。で、中心部に、まず、こういう風にね、ジャイでタギを取りながら、その間にバスターを出していく。後ろからはゴーレムがこう入ってきてますね。で、ウォールバスターがね、多分これちょっとね、転向しちゃってるのは赤坂さん的には失敗だったんじゃないかなって思いますね。ここでウォールバスターをおそらく壊す気はなかったんだろうと思いますけど。で、ここね、ジャンプで一気に、ゴーレムとかジャイ部隊をね、中心に入れていって、フリーズをかけてこの、イーグル砲と、クロスボウ火力の高い施設を止めている間にレイジに乗っかったボーラーがそれに追いついてきて一気にここを破壊していくという格好ですね。まあ、当分はここもしかしたらもう少し待ってもよかったかもしれないですね。で、これ一気にこの壁を開けて最終区画にジャンプで入っていけるようにこの真ん中の壁はねもう火力がもうほとんど周りボーラーが潰してますからあえてねジャンプをこっちの手前側にかけずに奥側にかけてますね。で、そこにゴーレムたちをさらに、乗せて前に前に進めていきながら後ろからアシャクイボーラーが、防衛術を削っていくという格好ですね。で、こちら、上側の、ね、ネクロは全部やられちゃいましたけど下側のネクロはギリギリ1体残ってますね。こいつが、60名までこう、サイドカットをしてくれながら、最後は、中央突破をしてきたボーラー部隊っていうのがこいつに合流してで、フィニッシュまで持っていくという格好ですね。まあ素晴らしいですね。あのこれでさらにねあの今タウンホール12で使える、ネクロマンサーが、ね、11で解放される。で同じようにこの戦術っていうのはタウンホール10でも結構使いますからね。あの全く同じような格好でこれがねできてくるともうネクボが止まんなくなっちゃうかもしれないですね。あの皆さんぜひこれねアップデートの機会にあの強くなったネクボをねぜひ、試してみてもらえたら、いいかなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。